はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。ミンゴールアプリやっていきたいと思います。いきましょう。この動画もですね、プレゼントキャンペーン、はい、実施動画、はい、でいいですか、はい、になっておりますので、ぜひともチャンネル登録とコメント、その他もろもろよろしくお願いいたします、うん、お願いいたします。で、まあ、ミンゴールアプリ明日ですか、はい、明日明後日なのか、そうですね、コンペを開くという動画をね、はい、昨日上げさせてもらいましたけど、まあ、たくさんのコメントもありがとうございます、うん、でなんか参加したいなとかいろんなご意見があった中で、あんまりやってないから1位絶対無理だわらみたいなコメントが結構あったんですよ。確かにそうだなと思い、ね、ちょっと参加、まあ、明日完全決定なんですけど、ぜひとも皆さん来てくださいっていうのは、うん、商品をですね、2位の人にプレゼントとかね、うんうんうん、3位の人にプレゼントとかね、なんかそういうのをランダムでやっていこうかななんて思ってます。はいはいはい、うん、合計で5回やるんですけど、その5回ともその順位を変えてなんかね、プレゼントできたらいいかななんて思っております。はい、その方がいいよね。そうっすね。だって逆にさ、優勝狙うより2位狙う方が難しいぜ、うん、じゃない？いや、まあでもそうっすね。どうなんすかね、うん、分かんない。正直我々もですね、そういういろんな分からないこと多さにこのコンペ開くんですけど、うん、まあいろんなね、今後もっと大きなものができるように、まずはお試しみたいな感じでやってるところもあるんで、テスト的なね意味も込めてやっているので、ぜひともなんか気軽な気持ちで商品を狙いに行くっていうよりもね、なんかこういう一つのイベントを楽しむみたいな感じで参加していただけると幸いでございます。あ、普通に終わってから、うん、カズさんがくじみたいな引きで、それでいいんじゃないですか。あ、そんな簡単にしちゃう。でもだって、じゃないと、うん、その目的がそこになっちゃったら、うん、そもそもやっぱり面白くない、うんうんうん、1位取れないからもうやらないっていう人が出たら、それまた寂しいし。そうね、2位、うん、じゃあ今回は2位でやりましょうって言って、うん、2位狙いのこのなんかゲスな戦い、なんかゲスなね、そこで例えばじゃあ4位ってなって中途半端に、俺勝ったのに優勝したのにみたいな。なるほど、ね、とかなんかいろいろあるとあれだから、うん、だったらもう終わっ、とりあえず気持ちよく全部全力出し切ってやって、うん、で終わってからカズさんが今回は4位でしたとか、ガラガラでやる、はいはい、まあそれがいいかもね。そっちの方がだってせっかくこれあるしね。そうですね、の方がいいかなとは思いますけど、まあ、うん、まあちょっと、うん、明日まで少し考えさせてください、はい、ということで私はですね、プライズセンターに行ってちょっと新しいギアでも手に入れようかななんて思っておりますよ。なんか今暑いの来てんの？特に来てねえんだな。変わらないですね。変わらねえな。新しいの来たタイミングで聞きたいな。なのでチケットで消費します。結構溜まってきたんだね。これはゴールド演出でいいですかね、うん、じゃないかな。こっからゴールドに変わると思います。おお。さあ、おお、なんかこれですね、前も一回当たりました、はい、日頃練習しとかねえと。リリースタイミング以来プラチナ引けてない感じがありますね。その通りでございます。やっぱリリースのあの時結構やっぱ弾けたんすね、カズさん。すごかったっすもんね。すごかった。でもなんかそういう風にしてるんじゃない。ああ、うん、開幕ダッシュみたいなよくあるじゃん。はい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 。さあ、おお、弾いたんじゃない。さあ、久々に来たよね。ええ、おお、もうこの気合が違うわ、うん、うわ、おしゃれじゃん。かっけえ、おしゃれじゃん。かっけえ、かっけえ、これ絶対強いよね。え、ボタニカル。ちょっとシャツ変えようかな。じゃあブレザーだけど俺今、まあこれはこれでね、なんかクラシックというか、まあ、かっこよさありますけどね、うん、お、さっきのやつですね。あとなんかチケット、顔のやつか。これ何枚あんの？3枚あります。いや今の絶対、おお、顔だよ。でもこれイケメンになるかブスになるか特になるか
さ神かい俺でも今のね髪型好きなんだよ俺なお変えたくないんだよこのおお何このレンちゃん何何何何誰そういやーすごい何このレンちゃんすごいでもこれ解放することによってやっぱり強い運が上がる運が上がるって何そもそもなんだよこれ全然嬉しくないよなんだよこのオチちょっとでも気になるよあれリンゴルもなんかちょっとひどいっすね、うん、あれ作るかなネタ切れ感半端ねえぞいやでもこのジャケットは絶対強い、うん、パワーモード落ちちゃうよほら強くないんだよだからキャップとでもなんかホーミングショットって何ホーミング、うん、ホーミングキャップと合ってるよね合ってますねでもこっちの方がパワーショット1回増えるから変えらんないよパンツはパンツ変えるいやでもこっちはかっこいいな短パンよしへへん何一つ変えられねえんだけど。え、あの、髪が、髪。髪もあったな。髪は顔か。いないよ、もう。そうだ、上だ、70、年式。あ、これはでも、容姿はあんまり変わんないのか。何かが変わるっていうもんでもないんだね。あ、そうなんだ。うん。プラチナだから一応これにしとくっすねなあ読み上げちょっと気になるけど気になるな なるほどねこんな感じでございますはい、はい、まあちょっとね告知もねまた再度させていただくと明日ね、7時半頃から私たち収録っていうんですか始めようかななんて思っておりますんで、うん、ぜひともねちょっと早く来れるっていう方は早めに来ていただけると助かります、はいミラティブアプリですかの、カズエンドだったりこのミンゴルっていうところを探せばおそらく私いるかと思うんで、うん、ぜひともよろしくお願いいたしますお願いいたしますじゃあそんな感じでよろしいですかはい、はい、じゃあ明日ね皆さん参加をお待ちしておりますお願いいたします引き続き動画の方よろしくお願いいたしますまた動画でお会いしましょうバイ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 